ほころび、つぼみなど固く閉じていたものが少し開く。感情が抑えきれず外に現れる。高校入学後、私は周囲に馴染めず、日々生きづらさを感じながら過ごしていました。日々つまらないことの繰り返し。はい、この「保う」という意味ですが、何のために生きてるんだろう。または何々させていただくという意味になります。で、讃岐の助日記、皆さんご存知だと思いますが、その中の「印の箱」という古典の中に驚かせ、ミク、ミク、ミク、もうみんな帰っちゃったよ。さゆり、ありがとう。帰るわ。さゆり、帰るよ。じゃあミク、またね。うん、じゃあね。どこにいても結局一人ぼっち。その気持ちわかるよ。SNS 上でメッセージを送ってきたケンという人物。気づけば私はケンと絶え間ないやり取りを続けていました。ケンに優しい言葉をかけられ、次第に悩みを相談するようになりました。ああ、こういう。
周囲の人には相談できないことでも、なぜかケニーなら話せました。ミクは高校1年生？高1だよ。ケンは？俺も高1。学校つまんないよな。ほんとね。私友達いないし。一人も？誰か周りにミクのこと気にかけてくれるやついねえの？さゆりっていう中学からの知り合いがクラスにいるけど、高校入ってからあんまり話してないし、学校に居場所ないなって思う。それなら俺がミクの居場所になるよ。ミクのこと助けたい。ありがとう。ケニーなら気を許せるし、信頼できる気がする。いつしか私は閉ざしていた心を開いていました。家に帰っても一人。お父さんもお母さんも仕事忙しくて、悩んでることも話せない。話したら迷惑かけそうで。そうなんだ。ミク優しいんだね。偉いよ。優しくもないし偉くもないよ。ただ本当はすごく寂しい。俺がいるじゃん。何でも頼っていいよ。そうだね。すごく嬉しい。こんなに気持ちを分かってくれる人に出会えたのは初めてかも。俺もミクのこともっと知りたい。顔を見せてよ。俺も送るからさ。どうしよう。恥ずかしい。ほら、早く送って。わかったよ。今送るね。めっちゃ可愛いじゃん。もっと自分に自信持っていいと思う。そうかな。じゃあさ、次はミクの足見たいな。下着どんなんつけてんの？送って腕も見せてよ。信頼してるならいいだろう。最初は関係を壊したくないあまり、ケンの言う通りに写真を送り続けていました。しかし、もっと脱いでよ。写真早く送って。これ以上は無理だよ。あんなに相談乗ってやったのに俺の言うこと聞けねえの？写真送らないと。これまでに送った下着の写真とか全部 SNS にばらまくよ。どうしよう、怖い。無視をしても県からの通知が途絶えることはありませんでした。ミク？ねえミク、なんかあったの？高校入ってから周りに馴染めてないように見えたけど。私ずっと心配だったんだけど。なんか悩んでることあるなら聞くよ。それから私はさゆりに事の一部始終を話しました。さゆりはまるで自分のことのように親身になって考えてくれました。そして両親に相談してみるよう後押しされ、勇気を出して打ち明けることにしました。両親は最初は驚いていたものの、すぐに冷静さを取り戻し、北海道警察のサポートセンターに一緒に相談に行くことになりました。サポートセンターの方はとても優しく対応してくださいました。被害届は受理され、やがて県は逮捕されました。が、しかし
私が信頼していたはずのケンという人物は16歳ではなく47歳で、しかも妻子持ちのサラリーマンでした。事件後、さゆりは本当に私のことを気にかけてくれました。クラスの仲間にも馴染めるよう仲を取り持ってくれました。本当に信頼できる人は自分の身近にいるということを知りました。正直なところ、今も私がケンに送った画像がネット上に流出するのではという不安がつきまとっています。SNS 上の見ず知らずの人物を安易に信じてしまい、画像を送ってしまったこと、これが私の最大のミスでした。SNS 上では顔も名前も性別も自由に偽ることができる。このような危険性をきちんと理解し、SNS を正しく利用しなければならないのです。ほころび。硬い表情が和らぐ。笑顔になる。